キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。天下をかき回す人が今日の使徒の働きに出てきます。使徒の働きの17章に入ります。さてパウロ伝道チームの一行はピリピの町を去ってマケドニアの主要都市であったテサロニケの町へやってきました。ここにはユダヤ人の街道がありました。パウロは霊によってその街道に入っていって3つの安息日にわたって旧約聖書に基づき街道に集まってくる人々と論じ合いました。話したり論じ合ったことは3つのことでした。一つはキリスト、すなわち救世主は必ず苦難を受け、私たちの罪のために身代わりの死を受けること。第二に、キリストは死人の中からよみがえるべきこと。そして第三に、ナザレのイエスこそ、キリスト、救世主である、という三つの点でした。この三つの点をパウロは、安息日ごとに街道に集まってくる人々に説明したり、論証したり、自分の経験を明かししたりしたのです。イエス・キリストの苦難と十字架の死、そして三日目の復活、イエス・キリストこそが私たちの救い主であること。このキリストの出来事は、私たちの人生の苦難、死の苦しみ、罪の許しによる永遠の滅びからの救いが関わっているのです。テサロニケの人々は、パウロの説明と論証と証とに納得がいって、パウロとシラスに従うようになりました。イエスをキリスト、救い主と信じたのです。ユダヤ人だけではなく、信仰深いギリシャ人も多数いました。貴婦人たちもその中にいたのです。ところがあるユダヤ人たちは、多くの人々がパウロとシラスに従っていくのを妬みました。町をぶらつくならず者を集めては暴動を起こし、町中を騒がせたのです。それからパウロとシラスをかくまっているヤソンの家を襲い、パウロとシラスを民衆の前に引っ張り出そうとしましたが、二人を見つけることはできませんでした。仕方なくヤソンと信徒数人を市の当局者のところへ引きずって行き、大声で訴えたのです。天下をかき回してきたこの人たちが、この町にも入り込んでいるのです。私たちは、妬みによってかき回す人でも、町をぶらつくならず者によってかき回す人でもなく、イエス・キリストの御名によって天下をかき回す人になりたいものですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか？岩井元夫です。第二月曜日の今日は、旧約聖書のモーセの生涯からモーセの決断について学んでみましょう。エジプトにおいて奴隷状態を経験した神の民を神様は憐れみ、モーセにそこから出ていく使命を与えます。すべての主権を持つ神は、尻込みをするモーセを力づけ、助けてとして言葉が巧みな兄アロンをも備えたのです。あとはモーセの決断だけでした。エジプトから逃れ、
ミディアンの荒野にいたモーセは、またエジプトに戻り、同胞イスラエルの民の理解を得、さらにエジプト王を説得し、神の民を連れ出さなければなりません。そのすべてが神様からのチャレンジでした。かつてはエジプトの王宮で最高の教育を受け、ミディアンの荒野では羊を飼い、心も体も鍛えられたモーセでしたが、この神様からのチャレンジは決して小さくはありませんでした。しかし、モーセは決断するのです。そして、義理の父にその旨を伝えます。聖書はこう記しています。そこでモーセは行って、宗徒イテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた。さあ、エジプトに帰れ。あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取った。旧約聖書、出エジプト記4章18節から20節。モーセの宗徒イテロも何かを感じていたことでしょう。そして安心していきなさいと力強く送り出したのです。モーセの命を狙っていた者も死に、すべてが整ったことを知ったモーセは、家族と共にエジプトに向かう決断をします。そしてモーセの手には、この後神の技を行う神の杖が握りしめられていました。決意、決断と共に、神の約束を握りしめるモーセの確信があったことでしょう。神様は、あなたの人生にも豊かなチャレンジを与えてくださっています。あなたも神様の愛の約束と愛の言葉を握りしめて決断の一歩を踏み出してみませんか。神様あなたの人生を祝福しようと待っていらっしゃるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。教会の隣に15階建てのマンションが建つことになりました。2年かけて今年の12月に完成の予定です。その工事には様々な作業があり、その作業ごとに専門の職人が日本のあちらこちらから来て仕事をしています。ソロモンが神殿を建てる時も、外国のツロから職人たちが来ました。今日はそのことについて語られている列王記第一の7章からお話しします。ソロモンは青銅の細工職人のヒラムをツロから呼び寄せました。ヒラムは神殿の玄関前の広間に自立した2本の柱を作りました。柱はそれぞれ高さおよそ8メートル、柱の周囲はおよそ5メートル、柱の頭である中塔は高さおよそ2メートルもありました。そこにはザクロやユリの花などの細工が施されていました。ヒラムは
その2本の柱にヤキンとボアズという名前を付けました。ヤキンというのは、彼は設立する。ボアズは力を持ってという意味がありました。この彼とは誰のことでしょうか。柱に名前を付けたのがヒラムですから、彼とはソロモンのことであると考えられます。ヒラムはソロモンが神殿を建てて、その王権を確立したというような意味を込めたのかもしれません。それではソロモン自身は神殿建設のことをどう思っていたのでしょうか。この後に行われた神殿の奉献式の中のソロモンの祈りを聞くと、神殿建設に関するソロモンの思いを知ることができます。ソロモンは神に祈って言いました。私はあなたの宮を建てました。そして次に、あなたは私を王として建ててくださり、私が神殿を建てると約束してくださいました。神よ、今日あなたはそれを成し遂げてくださいました。ソロモンは神のために神殿を建てました。そして神は約束通りにソロモンに神殿を建てさせてくださったのです。人が神に仕えようとするなら、神はその人に素晴らしい働きを成し遂げさせてくださるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送電動協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送電動協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエス様はご自分が捕らえられ十字架につけられることを以前から弟子たちに話しておられました。しかし弟子たちはそのことの意味がなかなか理解できませんでした。動揺している弟子たちにイエス様はこのように語りかけてくださいました。ヨハネの福音書14章1節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。このように言われました。イエス様は一人一人のために永遠の天の住まいがあるのだと約束されました。当時の社会では天の住まいは正しい人の報いであると教えられていました。つまりこの世で正しく生活をしている人のために天の住まいが備えられるんだと教えられていたわけですね。それなのにイエス様はご自分が天の住まいの場所を備え完成するのだと言われたのです。当時のユダヤ人たちは自分たちは神様に選ばれた民であり、神様の律法の戒めを守って生活しているのだから、正しいものと認められ天の住まいを与えられるに決まっていると考えていました。逆に神を知らない異邦人は天の住まいなど住むことができず、さすらいの旅をしなければならないと考えていたのです。しかしイエス様は、
あなた方のために場所を用意しに行くと言われました。私たち一人一人のための永遠の住まい、永遠の住む場所を備えてくださるというのです。本来、誰も天の住まいに住むことのできる正しい人などいませんよね。しかしイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架につけられ、罪の罰をすべて受けてくださいました。そのことによって、誰でもイエス様の十字架の御業を信じ受け入れるなら、天の住まいに住むことの保証を得ることができるのです。イエス様は弟子たちにも、あなたにも、大丈夫、心を騒がせる必要はない。あなた方も必ず天の住まいに入ることができるのだからと、あなたにも語られているのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島信則です。しばらく間が空きましたが、ルカ福音書を順番に読んでいます。今朝は有名なマリアの受胎告知の箇所です。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。当時の習慣では男性の婚約年齢が20歳前後、さらに女性はもっと若かったと言われています。ここに出てくるマリアの年齢は10代半ばの女性でした。この当時の婚約とは、結婚と同じ意味を持っていました。婚約をして1年間は別居生活をし、お互いの家族のところで一緒に生活をする。マリアはこの婚約式の後の1年間、別居しつつ結婚の準備をしている期間でした。マリアの住んでいたガリラヤのナザレとは、エルサレムの北140キロぐらいにある小さな村で、考古学の発掘で分かってきたことは、480名ぐらいの人が住んでいた町だったと言われています。この村で生まれ、誰もがマリアのことを知っている環境で育ちました。マリアという名前はユダヤ語の響きで、ミリアム。親も神を信じるユダヤ人の歴史の中を歩んでいたのでしょう。おそらくマリアもまた村の街道に通い、旧約聖書のお話を聞いて育ちました。彼女は今で言う教会学校で育った女の子の一人でした。小さな頃から全部知られている。この10代のマリアの人生にこの後とてつもないことが起こります。突然現れた天使がマリアの妊娠を告げるのです。しかも妊娠しているのは世界を救うメシアだというのです。マリアに起こったことは彼女の人生にとってあまりにも最悪の状況でした。いくら救い主がこの地上に来る必要があったとしても、あまりにも10代のマリアが引き受けるのには荷が重く、酷な状況がマリアを襲ったのです。マリアは両親、さらには小さな村の一人一人の顔が浮かんだでしょう。マリアは悲鳴を上げました。どうしてそのようなことになり得ましょう。人生にはどうしてこんなことがあるのかということが突然に起こります。今年の初めから起こった新型コロナウイルスはあまりにも突然のことでした。不安が全世界を襲ったのです。しかし私たちは知っています。歴史の中で起こった出来事の中で、神様の知らないものは何一つないこと。しかし今は悲鳴を上げるしかないという時があります。そして悲鳴を上げて良いのです。悲鳴を上げながら、
この後彼女は自分の身に起こったことをお言葉通りこの身になりますようにと受け止めていきます。一体彼女の心に何が起こったのでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692、 530-8692、 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。イザヤ書2章4節から、もう戦うことを学ばないと題してメッセージをお伝えいたします。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。昨日からブログではイザヤ書に入りました。今日は続きの2章です。イザヤ書は紀元前700年頃にイスラエルの預言者イザヤによって書かれたとされています。この時代、イスラエルの国は北と南の2つに分裂していました。そして北側にはアッシリア、南側にはエジプトといった2大大国が存在し、特に北側のアッシリアの勢いは凄まじく、イスラエルの国は存亡の危機に立たされていたのです。イザヤはそのような時代にイスラエルが滅ぼされること、またそれがアッシリアの勢いによるというよりも神の裁きであると語るのです。ただ聖書の預言の特徴は、二重のメッセージを持つことですね。つまり当時の読者と現代の私たちに語りかける二重のメッセージがあるのです。例えば2節には終わりの日とあります。第一に、それは当時のイスラエルが滅びる終わりの日を意味しました。しかし第二に、それはこれから起こる未来のこと、まさに世界の終わりを意味しています。で、終わりの日というと、何か恐ろしい審判、神の裁きの脅威を語っていると思う人もいるでしょう。しかしそうではありません。イザヤは言います。その日、人々は和解し、もはや相争うことがない。剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。世界平和が実現するというのです。そしてさらに、その日は本当の歴史の支配者が誰であるかがはっきりとする時であると言います。私たちは世界平和を望みながら、この混沌とした時代に誰がそれを作り出せるであろうかと思う時があるでしょう。イザヤは、それは人間ではなく神のなさることだと、神に心を向ける希望を語ります。平和の神を信じましょう。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。
無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は筋を通すという題でお話ししましょう。無理が通れば道理引っ込むということわざがあります。道理を無視したことが世間に通用するようになれば、道理にかなったことは行われなくなってしまうという意味ですね。しかしこの世は筋が通らないことばかりです。使徒の働き16章の続きです。さて、ピリポの町を大地震が襲いました。夜が明けると長官たちは昨日ひっ捕らえたパウロとシラスを釈放するように牢獄の監守に伝えました。監守はパウロとシラスに伝えました。長官があなた方を釈放させるように使いをよくしました。さあ釈放です、無事にお帰りください。ところがパウロは長官の使者たちに言いました。あなた方の上司である長官たちはローマ市民権を持っている私たちを正式な訴えもなく裁判もかけないで、公衆の面前で無知で打ち叩いた挙句牢獄に入れてしまいました。しかるに今になって密かに私たちを釈放するとは何事であるか。それは筋が通らぬことではないのか。長官たち自身がここに来て私たちを釈放すべきではないのか。長官たちの使いはこのパウロの言葉を長官たちに報告しました。すると長官たちは二人がローマ人だと聞いて恐れました。二人に不当な扱いを受けたと正式に訴えられたら自分たちの首が危なくなるからです。急いで二人のところに自分たちでやってきて謝罪し詫びを入れた上、二人を牢獄から連れ出し釈放しました。そして町から立ち去るように頼み込んだのです。二人は獄を出ると信者のリディアの家に行き、信徒たちに会って信仰にとどまるように勧めてから出かけました。この世は約束は破るためにあるなどと言う人がいます。また後出しじゃんけんをする人もいます。あるいは私がルールだと言って無理を通す人がいますね。そのような中でパウロとシラスは筋を通しました。憲法や法律や条例は私たちを守るためにあるものです。この世界が秩序正しくあることによって私たちが平和で穏やかな生活を過ごすために神様が建てられた制度です。聖書はこのような意味の言葉を言っています。私たちの神は混乱の神ではなく秩序の神です。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。
道教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。岩井元です。第一月曜日の今日は詩編114編から、固い岩を水のあふれる泉に変えてくださる神様の愛に心を留めてみましょう。神の民イスラエルは400年を超えるエジプトでの奴隷状態から脱出することになり、モーセという人をリーダーとして神の約束の地を目指しました。成人男性だけで60万人でしたから、相当大きな集団だったことでしょう。その旅は簡単なものではありませんでした。結局彼らは40年間荒野を旅することになるのですが、その道中最も大変だったのは飲み水でした。荒野には彼らを潤す十分な水はありません。しかし神様は不思議な御業を行い、彼らに水を与えられたのです。今日の詩編をお読みします。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が言葉の異なる民のうちから出てきたとき、神は岩を水の潤う沢に変えられた。固い岩を水のあふれる泉に。旧約聖書詩編114編1節8節。聖書を語る神様は、時間も空間もすべてのものを作られたお方ですから、神の民を愛し、彼らの必要を満たすことがおできになります。しかし神様は、神の民イスラエルが、自らの叫びによって水を求めることを望まれました。先に備えることをなさらず、彼らが苦難の中から神に祈り求めることを待ち、そして必要を豊かに満たしたのです。神様、あなたの人生にも、あえて苦難を与えられます。私たちは人生の旅の中で、渇きや挫折や行き詰まりを経験します。しかしその中で、私たちが自分の限界と向き合い、神に叫び求めることを神様は待っていらっしゃるのです。神様はあなたを限りない愛で愛していらっしゃいます。ですから神様はあなたに耐えられない試練は与えません。試練とともに脱出の道を備えてくださいます。まさに岩を水の潤う沢に、固い岩を水のあふれる泉に変えてくださるのです。神様はあなたを祝福しようと待っていらっしゃるのです。聖書の言葉、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。新約聖書、コリント第一の手紙、10章13節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番世の光です。今回がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。ソロモンという王のことをご存知でしょうか？聖書を読んだことのない人もソロモンという名前を聞いたことがあるかもしれませんが、伝説上の人物と思っておられる方が多いのではないでしょうか？しかしソロモンは実在の人物であり、聖書には実在したソロモンがどのようなことを行ったのかが記されています。それはいわゆる英雄物語ではありません。聖書は
ソロモンの悪いところも語っています。今日から3回にわたってソロモン王についてお話しします。1回目の今日は、旧約聖書の列王記第1、3章からお話しします。3章には、ソロモンが神から知恵をいただいて、イスラエルの国を正しく治めたことが語られています。ソロモンはどのようにして知恵を手に入れたのでしょうか。王となったソロモンは、父ダビデ王と同じように、神を愛し、仕えようとしました。ソロモンは千匹の全焼の捧げ物を神に捧げました。するとその夜、神が夢の中に現れて言われました。あなたに何を与えようか、願え。それでソロモンは言いました。神様、あなたはこのしもべを王としてくださいました。どうぞ私が善悪を判断して、あなた様の国を正しく治めるために、知恵をしもべに与えてください。その願いは神の御心にかない、神はソロモンに知恵を与え、さらに富と誉れをお与えになりました。どうして神はソロモンに知恵を与えたのでしょうか。それは彼の願いが神の御心にかなったからです。なぜソロモンは神の思いと一致することができたのでしょうか。それは願う前のソロモンの姿勢にあります。ソロモンは神を愛し仕えようとしていました。その姿勢は全焼の捧げ物を神に捧げることに表されています。捧げ物を捧げることは神への礼拝でした。そして特に全焼の捧げ物は神に仕える献身の意思を表すものでした。ソロモンは神を愛し、仕え、礼拝を捧げることによって、神の思いにかなうことを願うことができたのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしですか？関根博之です。イエス様はご自分が捕らえられ十字架につけられることを以前から弟子たちに話しておられました。イエス様が逮捕される数時間前のことです。イエス様は弟子たち一人一人にご自分の愛を余すところなく示され、互いに愛し生きることの大切さを教えてくださいました。しかしその一方で、弟子たちの心が動揺してしまうことも言われたんですね。例えば、あなた方の中に私を裏切る者がいると言われました。また弟子のペテロには、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと言われました。また私が行くところにあなたはついてくることができませんとも言われたのです。まあ、ですから弟子たちは心中穏やかではいられませんでした。今まですべてを捨ててイエス様に従ってきたのに、裏切る者がいるとか、もうついてくることはできないなどと言われたものですから、心が騒ぐのは当然ですね。しかしイエス様は動揺する弟子たちに、
ヨハネの福音書14章1節で、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。そのように語られたのです。弟子たちはこれからどうなるのだろう、先が全く見通すことができませんでした。しかしイエス様は、心を騒がせるなと弟子たちにはっきりと言われたのです。私たちは毎日の生活の中で、どうでしょうね、どれほど心を騒がせることがあるでしょう。私たちは明日のことがわかりません。これから先、経済はどうなってしまうのだろう。病に倒れたらどうしようか。まあ数え上げたらキリがありませんよね。私たちは心を騒がせながら毎日を送っているように思います。しかしイエス様は、そんな一人一人に、心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい、と力強く今日も語りかけてくださっているのです。後になって、弟子のペテロはこのように記しています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。第一ペテロ5章7節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。今回がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス様は弟子たちに、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい、と語られました。そして私たちがその天の住まいに行く道も備えてくださっていると約束しておられます。その時弟子のトマスはこんな質問をしました。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。トマスがこのように質問する気持ちは理解できると思いませんか。父の家には住まいがたくさんあるとか、場所を備えに行くとか言われても何のことなのかよくわからないし、一体イエス様はこれからどこに行ってしまうのだろう。これから一体何をするつもりなのだろう。私たちには想像もつかない。まあきっとこんな思いだったのではないかと思います。実はトマスの、どうしてその道が私たちにわかりましょうというこの質問は、人間の本質をついた質問だと思います。道というのは、人の生き方や作法などにも使われる表現ですよね。トマスの質問は、人間がどんなに努力をして生き方を探り、修行を重ねたとしても、自分の力でどれほど追求したとしても、天へと続く道は一体どこにあるのか、どんな生き方をすれば天の住まいというゴールに行けるのか、わかりませんということだと思うんです。それに対して、イエス様はズバリ、こうお語りになりました。ヨハネの福音書14章6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に
行くことはできません。このようにイエス様ははっきりと私が道であると言われました。つまり私たちの生き方や努力や修行によって天の住まいにたどり着くことはできない。イエス様という道であり、真理であり、命なる方によってでなければ天の住まいに入ることはできないとこのように言われたのです。もし道がまやかしや偽りであったら、迷路や袋小路、暗闇に迷い込んでしまうでしょう。しかしイエス様は誠の光なるお方であり、真理なるお方です。そしてイエス様は、さあ、一緒に歩もうと、今日もあなたを招いておられるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。ルカ福音書を順番に読んでいます。今朝は有名なマリアの受胎告知の箇所です。天使はマリアのそばに入ってきて言います。おめでとう恵まれた方。当然マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだとあります。すると天使は言いました。あなたは今妊娠をしていて男の子を産みます。しかもその子はイエスという名をつけられ、王位を継ぐ存在となります。しかしこの時彼女には結婚を約束していたヨセフがいました。相手は真面目な人でした。結婚の前の体の関係をお互いまだ持っていない。互いに清さを求め結婚の日を待っていました。そのヨセフに、今日ね、天使ガブリエルが現れて私聖霊によって身をもっちゃったんだよねと言って、ヨセフが、ああそれはよかったねと受け止めてもらえる話ではありません。二人の関係は破談になることは間違いない。しかしここで平気でガブリエルはおめでとう恵まれた方というのです。ここにキリスト教信仰の独特な性格が現れています。つまり恵みとは何かということです。私たちが最悪の事態だと思って当たり前のことの中に神の恵みがあるのだと聖書は語るのです。思い出したくもない過去の痛み、裏切られ傷つけられた親子関係、友人関係、あるいは押し付けられた会社での失敗、それらの中に神の恵みがあると言われても一体どこにあるんだよと思います。そしてマリアと同じく叫びたくなる。そのような事態の中にあってキリストにある神の恵みが輝き出ることが起こることをこの物語は教えています。恵みということは神からの賜物という意味です。人間の物差しではわからないものです。そして恵みとは私たちの欲しいものばかりではありません。神様は時に私たちが一番手にしたくないものを恵みとして与えられるのです。しかもおめでとうという何の悪気もない言葉とともに、そこで私たちは戸惑います。しかしそのような戸惑いながら受け取ったものに、自分の計画では思いもつかない大きな喜びをもたらすものであるということをやがて私たちは知っていくのです。あの出来事があったからこそ今私は神と出会えた。皆さんの中にもそういう出来事があるのではないでしょうか。そういう受け取りたくない恵みに対して受け取り慣れていくことが必要です。
そしてそこから何が私の人生に起こっていくのだろうかとワクワクしながら人生を待つ、この待つ時間、待てる心にこそ信仰の輝きが現れていくのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691、 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。イザヤ書9章2節から、大きな光を見ると題してメッセージをお伝えいたします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。自分の人生は闇の中だなと思わされたことはないですか。もう何年も、いや何十年も、このまま人生が終わってしまうのかなと、何かもう人生半分諦めかけた気持ちになっていることはないでしょうか。いや、人生諦めてはいけないと自分に言い聞かせるのも、ほとほと疲れてしまったなと思っていることはないでしょうか。私は誰にでもそのようなエピソードの一つや二つあるのではないかと思うことがあります。ここで闇の中を歩んでいたというのは、アッシリアに征服されたイスラエルの国のことを言っていますね。彼らは国を奪われ奴隷とされてしまい、もはや自分たちの未来に何の良いものも期待できない状況に置かれていました。しかしイザヤは、そのように落胆していたイスラエルの民に、神の恵みが真っ先に与えられると語るのです。それは解放とエルサレム再建を予測させる予言でした。そして先日も言いましたように、予言書には二重のメッセージがありますから、それは現代の私たちに対する解放と再建の予言ともなっていますね。9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれとあります。それは私たちの救い主、キリストの降誕をも予言しているのです。確かに、私たちが人生の闇を通り、何ら人間的な助けも期待できない状況においては、上からの神の助けを願うことでしょう。もう自分を救うのは神以外にないと。しかもその救いは、私たちの闇の状況をよく理解した心通う助けの手を差し伸べてくださることを期待するものでしょう。そのような意味で、キリストは神であられるのに、神であるあり方を捨てて私たち人間と同じようになられたお方でした。神は闇の中にある私たちを救い出すキリストを使わされたことを信じたいものです。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。
今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田3丁目6-36世の光です。